マッチ棒パズル。正しい等式を作る脳トレが全部で6問、おまけ問題付きです。では始めましょう。第1問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は2+6=8 となり、正しい式になりました。第2問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は7+0=7となり、正しい式になりました。第3問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は20-16=4となり、正しい式になりました。第4問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は5+4=6=3となり、正しい式になりました。第5問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。
正解は9×9=81 となり正しい式になりました。第6問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は95-76=19となり正しい式になりました。おまけ問題です。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。